シグナルはシグナルファンデーションが開発しているオープンソースのメッセンジャーソフトウェアである。すべての通信内容がエンドツーエンドで暗号化されるため非常に高いセキュリティレベルが確保される。対応 OS は Android、iOS、Windows、macOS、Linux。主な機能はテキストチャット、ファイル添付、音声通話、ビデオ通話など。2020年3月時点でシグナルの Android 版は1000万回以上ダウンロードされている。Android、iOS などのスマートフォン向けアプリケーションに電話番号を登録して利用する。シグナル利用者同士の通信内容は自動的にエンドツーエンド暗号化される。デスクトップ版ソフトウェアはスマホアプリで QR コードを読み取ることで利用可能になる。シグナルは電子フロンティア財団が定める最もセキュアなメッセンジャーリストで7つの調査項目のすべてをクリアしている。また、アメリカ合衆国上院議員の公式な連絡ツールとして認められている。その他、インターネット監視プログラム、プリズムを内部告発した内部告発者のエドワード・スノーデンも、秘匿性の高さを評価した。また、シグナルで採用されているエンドツーエンド暗号化は、運営者や管理者、途中で経由するすべてのサーバ所有者のいずれも、会話内容を盗聴することはできない仕組みになっている。例えば A が B にこんにちはというメッセージを送る場合、メッセージは A の端末上で暗号化され、その後インターネット上のサーバを経由して B に届き、B の端末上で複合される。これによりメッセージを閲覧できるのはメッセージを送った本人である A とメッセージを受け取った B のみとなる。したがって、万が一攻撃者によりインターネット上で送信中の暗号化されたメッセージが何らかの方法で盗まれても理論上攻撃者はこの暗号化されたメッセージを複合することはできないため安全性が保たれる。シグナルプロトコルはシグナルの暗号化に使われているプロトコルである。シグナルプロトコルはオープンソースであるため様々な企業のサービスが自社のサービスの安全性向上のためにシグナルプロトコルを導入している。以下、シグナルプロトコルを導入したサービス。他のメッセンジャーと同様に1対1及びグループでのテキストメッセージの送受信が行える。写真や動画、その他ファイルの送受信も可能。自分自身にメッセージを送信する機能。自己の他の端末にテキストメッセージやファイルを送信することができる。通信の安全を確保するため、5秒から1週間の範囲で自動的にメッセージを削除する機能。1対1及びグループで音声通話及びビデオ通話を行う機能。グループ通話は2020年12月に追加され、当初最大通話人数は5人だったが、2021年1月に8人になった。シグナルは2018年、実験的機能として送信者の秘匿化を導入した。これは、それまでは暗号化されていなかった送信者に関する情報も暗号化することで、より一層プライバシー保護と秘匿性を強化する機能である。ありがとうございます。